はい、皆さんに超我慢術をお見せしました。まあ、実は私鎌の技が非常に得意です。で、東京のご年配の方、もう30年ぐらい前オールナイト富士でトンネルズと一緒にレギュラー出てる。その時に鎌のうんちゃって一世風靡したんです。で、まあ鎌の技、今度は鎖鎌です。役者さんの使う使い方はかっこよく見せてる。で、それはそれでいいんです。しかし実践は違います。いかに早く相手を仕留めるか。ポイントは鎖ではなく鉄の玉なんです。まず鉄の玉を相手に投げる。ぶつけてダメージを負わし、鎖で足を絡む。最後は鎌で仕留めるから手に持ってる。鎖鎌だとバレないように全部手の中に隠しよう。忍者の隠し技です。私のが長いもの持ってるから有利です。敵の忍者が仕掛けてきたら、セット！速度に回せ！うわっ！足を取ります。足取りの技です。ちょっと拍手が少ないね、はい、相手が転んだら上から、普段こんなバカなことやりません。今日お子様多いから。伊賀忍者は日本遺産です。役所の方許してください、はい、二刀流です。刀は日本の場合、この時はちょっと回します。前に出てる脇差しを寸胴で払うんです。相手が振りかぶったら、これ腕を取る。キュッと引っ張っておいて刀を巻きつけるわけです。もう切られません。しかし剣先が出てます。相手は絶対突きで入ってくるから、避けて落とす。首を刺して、針を出して、いや東京でこんな関西芸がこんなにウケるとは思いませんでした。もう今伊賀で大ブレイクしております。伊賀忍者ハゲ太郎でございます。かなりいい音しましたね今ね、はい、あれ落としたら痛くないからね、はい。まあこのようにして、鎖鎌を扱うわけです。また忍者の仕事、これは